同名は虎之助、通称はセベ本性は源氏家系は、姓は源氏着流摂津氏の流れを組む忠だ構図なの、この名綱の光栄と称した。父は、中川茂清。母は、中川清村の娘。子に、秀政秀重、池田照正咲室、糸姫。妹は、古田茂成の性室。キリシタン大名である。 高山右近はいとこにあたる。中川氏は、摂津国の小さな武士だったが清秀は、優れた武勇で襟一心し、中川の家を最大で十二万国を領する大名家へ導いた。その武勇は鬼せべえと称えられた。天文十一年、摂津国福井村中川らに生まれた。 はじめ、摂津国人であった、池田勝政に仕え、織田信長が上落してくるとそれに従った。元気元年1月本国寺の変では、摂津州として、明智光秀に加勢し5日に、桂川で、三好三人州と戦うも、敗走、意気消沈の中清秀は、奇襲を提案しむ以下早朝に奇襲をかける。勝利を確信していた三好三人州は、不意を疲れ敗走。 清秀は、執拗に追撃し、三好に、多大な被害を与えている。後に、主家の池田市で内紛が起こり、勝政が追放され池田智政が当主となると一時、信長と敵対する。元気三年、同じく智政に仕えていた、荒木村重と共同して織田方の和田惚れを討ち取り、戦後はこの戦いで滅んだ茨城市の居城であった、茨城城の城主となった。 摂津の和田氏や茨城氏、伊丹氏、池田氏が相次いで衰退、没落すると、村重や高山うこと共に摂津にて独立勢力となる。後に、信長が村重を摂津の国主に据えると、清秀もそれに従った。しかし、天正六年、村重が信長に対して反旗を翻すと、共に信長に敵対したが、 織田軍が攻めてくると右近と共に降参して、家臣となり、逆に、村重を攻める側に回った。その後、羽長秀や池田常を危機下で転戦する。天正十年、本能寺の変で、信長が応死した後は、右近と行動を共にして、橋場秀吉につき、山崎の戦いで活躍した。清秀は三千の兵を率いて参戦し、天皇山占領では、 兵六百を派遣している。松田正近が攻め寄せた際は、堀を忠春と共に、鉄砲隊で迎撃している。さらに斉藤と三を、伊勢貞沖らと戦い、帝京を戦死させている。しかし相次ぐ戦いで疲弊し、追撃戦には参戦できなかった。翌天正十一年、静ヶ岳の戦いにも、 秀吉法先方二番手として参戦したが、大岩三歳を、右近、三好新吉らと守っている時、柴田勝家軍の佐久間森政の攻撃に遭う。右近は、撤退を進言したが清秀は引き下がるわけにはいかん、と六千の佐久間軍と三千で戦い、圧倒的兵力の前で奮戦虚しく戦死した。氷年四十二。墓所は、 大阪府茨城市の梅林寺、滋賀県長浜市大岩山取で跡。家徳は、長男の秀政が相続、秀吉から清秀の皇から十三万国に加増され、徴用されたが、朝鮮出兵にて、高狩りの最中に戦死したため火役を恐れた、家臣たちがこれを隠蔽したことに、秀吉から激怒され、針馬六万国に減放される。 次男の秀重は、関ヶ原の戦いで東軍につき、戦後文豪下半初代藩主となり、中川家は藩主として幕末まで存続した。なお、秀重は、秀吉の命令によって、父、清秀を討った、佐久間森政の娘をめとることになった。中川四年婦によると、天正八年のうち生死がある。太平記英雄伝十七。 中川瀬兵清秀秀,秀吉等取り遣いの、内政志向義無ごそ略体なかなか無心傾向上、強行兄弟の契約、新忠志向、さもの本地の義者普及猿、河内国、摂津国、掛の軍の義猿上下新の公。女格猿団上車両位表裏抜け公やけごというの間軸、く、校舎なり。右の胸若偽おなりの者、片付けな、日本国中、大将の神義。 八枚大菩薩、愛、広し、白山五罰かまかりむか申しゃなり。なお、除見。六月五日、橋場東吉郎中川瀬兵戸の中川主年譜これにより、秀吉と清秀は、兄弟のちぎりを結んだことになり、両者の親密さをうかがわせる。ありがとうございます。